昨日静岡市葵区で個人情報が書かれた交通違反の切符を警察官が一時紛失しましたがきのう一般の人が見つけてすべて回収されました警察によりますときのう午前11時ごろ静岡市葵区南阿部の交差点で静岡中央警察署の男性警察官が一時停止を無視した車の運転者に違反切符を切りました この際男性警察官は違反者に控え1枚を渡しすでに情報が複写されていた残り4枚の違反切符は原付バイクのポケットに入れ違反者と話をしていましたがバイクに戻ると切符はなくなっていたということです警察は昨日う20人から30人体制で現場付近を探して切符は見つかりませんでしたが一般の人が現場から離れた青い区内で見つけて通報し 署員がすて回収したとということです警察官の切符紛失を受け静岡中央警察署の佐々木康弘副署長は紛失防止の指導・強要を徹底して再発防止に努めますとコメントしました。